地方競馬、地方競馬探検隊。地方競馬の情報発信基地、クリック地方競馬、地方競馬探検隊、ナビゲーターの秋田夏子です。11月3日に行われる JBC に向けて秋の戦いがスタートしています。 JBC の前哨戦としては優先出走権が与えられるロードトゥ JBC、 そして JBC 指定競争があります。その JBC 指定競争が8月25日名古屋競馬で行われた秋桜賞を皮切りに始まっています。でこれまでにはビューティフルドリーマーカップ、アフターファイブスター賞と続けて行われました。で今年は JBC クラシックスプリントに加え、牝馬の重賞 JBC レディースクラシックも実施されますので、例年以上に牝馬の争いにも注目が集まっていますよね。ファンの私たちにとってはある意味過密スケジュールではありますが楽しみです。これから一戦一戦見逃せません。さあそれではこのコーナーから参りましょう。クリック。先週の重賞ウィナー、まずは重賞レースの勝ち馬一覧をご覧ください。先週は重賞が5クラ行われました。それではこちらのレースから見ていきましょう。8月29日月曜日、盛岡競馬場ではグランダムジャパン小馬シーズン第6戦、地方全国交流のビューティフルドリーマーカップが行われました。レースは2番手を追走した6番人気北海道の町金追い風が4コーナー付近で先頭に立ち、最後は勝利だ万歳の追撃を振り切って優勝。北海道へ移籍後12戦目での初勝利を重賞で飾りました。町金追い風か、あるいは勝利だ万歳か、際どいゴール前。北海道勢のワンツーフィニッシュとなったこのレース、一番人気の勝利だ万歳を破ったのは同級者の町金追い風でした。町金追い風はおよそ1年前に JRA から転入して以来、構想はしていたものの勝ち星はなかったんですよね。この勝利に弾みをつけて次走につなげてほしいです。そしてグランダムジャパン小馬シーズンはこのレースが終了し、勝利だ万歳が2位、トップのエーシンクールディートは10ポイント差となっています。このシリーズも残すところあと1戦、大井競馬場で行われるレディースプレリュードに注目です。続いてはこちらです。8月30日火曜日、大井競馬場では東京杯の前哨戦アフターファイブスター賞が行われました。 JRA からの転入初戦、6番人気の高尾センチュリーが中段追走からゴール手前で前の各馬をかわして1着、初めての距離も苦にせず初重賞制覇を果たしました。これが JRA オープンの実力、転入初戦高尾センチュリー快勝。実力馬の富士ノウェーブが競争除外となり、15頭で争われたアフターファイブスター賞は6番人気、4番人気、10番人気の順で決まり波乱となりました。勝ったのは JRA からの転入初戦だった高尾センチュリー。柏木騎手は直線で空を使っていましたが、その分着差以上の強さでしたねとコメントしており、転入初戦でしっかりと実力を示しました。次走は10月に行われる埼玉栄冠賞を予定しているとのことです。距離が伸びてどんなレースを見せてくれるのか楽しみです。次はこちらのレースです。8月31日水曜日、園田競馬場ではJRA マイルチャンピオンシップのステップ競争への代表馬選定競争、北陸、東海、近畿、中国地区交流の園田チャレンジカップが行われました。先団を見る形でレースを進めた9番人気の伏兵コスモピクシーがゴール直前でフィオーレハーバーを捉えて1着、2度目の挑戦で重賞初勝利を挙げました。わずかに遅れました、2着です。吉村3番コスモピクシー、見応えのある直線でしたね。4歳牝馬のコスモピクシーと4歳ボバのフィオーレハーバーの一騎打ち。接戦を制したのは9番人気のコスモピクシーでした。コスモピクシーは転入後16戦9勝13連対、着外は2戦のみと好走を続けてきました。重賞は2度目の挑戦、しかも今回はボバ相手での勝利ですから価値がありますよね。
で、これからが本当に楽しみな新星の登場と言えそうです。続いてのレースはこちらです。9月2日金曜日、川崎競馬場では3歳限定の戸塚記念が行われました。好スタートから先手を奪った2番人気のナターレがそのまま押し切って 2100m を逃げ切り勝ち。これで地元川崎では負けなしの4戦全勝、重賞2勝目。11月9日に行われるロジータ記念の優先出走権を獲得しました。クラウンカップに続いての体感となりました安城的場文雄騎手。今年の南関東3歳馬は牝馬のレベルが高いと言われてきましたが、メンバー中唯一の重賞勝ち馬牝馬のナターレが底力を発揮しました。前走から2ヶ月半の休みの中でとても充実した調整ができたと陣営はコメントしていました。11月に行われるロジータ記念は今回と同じコースですし、春のクラシック戦線で先着を許した馬たちへの逆転に期待がかかります。次はこちらのレースです。9月2日金曜日、荒尾競馬場ではロータスクラウン賞の前哨戦、四国九州地区交流の後援賞が行われました。好位を追走した2番人気の滝のプリンセスが直線入り口で先頭に立つと、最後は雪エンゼルの追撃を振り切って1着。これで通算28戦6勝、重賞は3度目の挑戦で初勝利となりました。5番の滝のプリンセス、佐賀勢の活躍が続いていた後援賞ですが、2005年以来の地元荒尾所属馬の優勝となりました。見事重賞初制覇を決めたのは2番人気の滝のプリンセス。スタートから4番手あたりにつけ、直線は抜け出し押し切るという強い内容でしたよね。9月25日に行われるロータスクラウン賞はこれまで全て佐賀勢が勝っていますから、滝のプリンセスには初の荒尾所属馬の勝利に期待がかかります。以上、先週の重賞ウィナーでした。 GDR アナライズポイント、今回は8日木曜日に浦和競馬場で行われるダート交流重賞競争オーバルスプリントを取り上げます。まずは枠順をご覧ください。 JRA から3頭、他地区から3頭、南関東勢は6頭による対戦です。前走先玉杯を勝った船橋のナイキマドリードは6枠8番に入りました。それでは参りましょう。オーバルスプリントのアナライズポイント。ポイント1、サマーチャンピオン組の序列。ご覧の3頭は前走佐賀のサマーチャンピオンで対決。東方ドルチェが2着で0秒3差の3着に大小ジェット、キングスゾーンはさらに2秒後離れた8着でした。今回はハンデ戦から別定戦に変わり、東方ドルチェの斤量は 2.5 キロ、大小ジェットは 3.5 キロ減りますが、キングスゾーンは1キロ増えますので、前走以上に厳しい戦いを強いられそうです。ポイント2、先玉杯優勝馬登場。同じコース距離で行われた先玉杯の覇者ナイキマドリードが登場。その先玉杯では今回出走する大小ジェットをはじめ、スーニ、ラベリータ、セレスハントなど JRA 勢の有力馬を完封しました。今回はそれ以来3ヶ月ぶりのレースとなり、大小ジェットより斤量も3キロ重くなりますが、3戦3勝と得意な浦和コースなら十分に力を発揮してくれそうです。ちなみにナイキマドリードは昨年のこのレースも制していますが、当時の2着馬ディアーウィッシュらも出走、58キロを背負ってご覧の着差でした。0秒1差2着のディアーウィッシュも浦和校舎ですので、ナイキマドリードとディアーウィッシュは要チェックと言えるでしょう。ポイント3、 JRA 第3の資格。 JRA の東方オルビスはデビューからダートのみを走り31戦6勝、重賞は3走して全て2桁着順と
特筆すべき成績は残していませんが、5月29日の翼賞では後にクラスターカップを制するドスライスに勝利、侮れない一頭と言えそうです。オーバルスプリントのポイントをご覧いただきました。今年から交流重賞となり、 JRA からは3頭が出走。東方ドルチェや大正ジェットなど地方実績のある馬の参戦となります。やはり私が期待しているのは船橋のナイキマドリード。前走の先玉杯では念願の交流重賞制覇、しかも今回は同じ条件ですしね。6枠というのも揉まれずにスムーズな競馬が期待できそうです。金量差があることはちょっと気になりますが、ここは実力を発揮してほしいものです。秋の G1 戦線に向け見逃せない一戦、浦和競馬場で行われるオーバルスプリントは8日木曜日16時55分発走予定です。以上 GDR アナライズポイントでした。ジョッキーズボイス、今回は兵庫の杉浦健太騎手です。杉浦騎手、2010年4月13日にデビューし、初騎乗初勝利を挙げました。昨年のデビュー年は21勝を挙げ、現在は地方通算31勝です。デビュー2年目の若手杉浦騎手はどんな方でしょうか。それではご覧いただきましょう。ジョッキーズボイス、親によく競馬場に連れて行ってもらってて、でジョッキーの姿を見てとても魅力を感じて、自分もジョッキーを目指そうと思ってジョッキーになりました。もともと明るい色が好きで、できるだけやっぱ映るからには目立ちたいなと思って明るい色を選んでこの勝負に来ました。やっぱり園田競馬場でリーディングを取っている木村武史騎手の迫力のある騎乗を見て真似したいなとは思ってます。ここが前、やっぱりたくさんの方に見られるんで、やっぱりきちんと気持ちの整理をして一生懸命やろうと思ってます。いや特に何もやってないですね。やっぱり逃げ先行で前身につけて気持ちよく馬を走らせるのが理想ですけど、はい、そうですね。やっぱり新聞をチェックしたりとかするんですけど、そんなに考え込んだりはできるだけしないようにしてます。意識はしないようにはと思ってるんですけど、やっぱり人気馬に乗ったら上がってしまうとこはあるんじゃないかなと思うんですけど、そうですね。やっぱり初騎乗初勝利させてもらった北海パル2号が一番思い出に残ってます。やっぱり同期の他の騎手の成績とかはやっぱり気になるんでよくチェックしてますけど、はい、やっぱりどれだけ無駄なく回ってきて馬の邪魔をしないように乗ることだと思います。
っぱり馬の気持ちも考えて馬と喧嘩せずにどれだけ邪魔をせずに乗るかだと思います。やっぱりはみ当たりをきつくするとやっぱり馬と喧嘩してしまうんで、やっぱりはみ当たりを柔らかく柔らかくと気をつけて乗ってますけど、重心を低くして馬のリズムに合わせて前へ前へ持っていくように気をつけてます。ランニングはやっぱり体力作りのためにやってます。あとは筋トレは、そこまで気を使ってはやってないですけど、ストレッチは毎日欠かさずやってます。先輩たちと買い物行ったり地元の友達と遊んだりしてます。一生懸命です。やっぱり明るいとは思うんですけど、明るい性格です。やっぱりレースで一番にゴール板を駆け抜けて一着になった瞬間は良かったなって思います。これ以上にないかけがえのない職業だと思います。パートナーです。では仕事です。これからもっともっと努力して頑張っていくんで、応援の方よろしくお願いします。デビュー戦はですね、北海パルミに騎乗し逃げ切り勝ち、そしてその翌日には7番人気馬で連日の勝利を決めているんです。持っているジョッキーなのかもしれませんね。でそしてライバルの名前に同期の田野騎手が挙がりました。で昨年杉浦騎手は21勝を挙げました。そして田野騎手は22勝を挙げているんですよね。で今年もこの2人とも同じペースで勝ち鞍を伸ばしているんです。切磋琢磨をしながらお互い成長していってほしいものです。以上ジョッキーズボイスでした。地方競馬トピックス。地方競馬トピックスのコーナーです。まずは先週の地方競馬に関するニュースをご紹介します。8月31日水曜日、兵庫の北野正弘騎手が園田競馬第2レースを愛し合ってる会で勝ち、地方通算2000勝を達成。1988年に高知競馬場でデビュー、2004年から兵庫で騎乗。なお重賞は1998年の黒船賞など45勝を挙げています。9月1日木曜日、北海道の若松平調教師が門別競馬第9レースをキュアネで勝ち、地方通算1000勝を達成。この記録は北海道の現役調教師では3人目の快挙となりました。9番のキュアネが勝ちました。変わりまして、今週各地の競馬場で行われるファンサービスイベントの情報です。
浦和競馬場では7日水曜日に先着で鴻巣市のお菓子がプレゼントされるほか、ご覧の日程でファンサービスが実施されます。笠松競馬場では8日木曜日に初心者向け競馬教室などのファンサービスが実施されます。11日日曜日の金沢競馬場はファン感謝デー、入場が無料となるほか、ご覧のファンサービスが実施されます。盛岡競馬場では12日月曜日に福永祐一騎手による豚丼お振る舞いやスペシャルトークショーが行われます。では最後に各地の重賞競争ラインナップをご覧いただきましょう。12日月曜日、盛岡競馬場では古馬によるマイル戦セーランショーが行われます。続きまして、今週行われるダート交流重賞競争です。8日木曜日、浦和競馬場ではオーバルスプリントが行われます。熱戦にどうぞご期待ください。以上、地方競馬トピックスでした。先日、大井の戸崎啓太騎手が来年度の JRA 騎手試験を受験するというニュースが紙面を賑わせました。知っての通り、戸崎騎手は今年の JRA の G1 安田記念を制しており、地方競馬のみならず全国の競馬ファンを沸かせてくれました。 JRA には戸崎騎手の大先輩、大井競馬出身の内田博之騎手が所属しており、以前から戸崎騎手は目標を内田博之騎手とおっしゃっていたんですよね。大井の戸崎から日本の戸崎、そして世界の戸崎となっていくんでしょうか。期待は膨らむばかりです。今後の発表に注目です。それでは次回もお楽しみに。地方競馬のことならクリック地方競馬に、レッツクリック。